ちなみツアー。今日はのんちゃんとドライブトーク編でーす。いや、まあ一応2人ともマスクして後ろの窓をね少し開けてます。今日はまあなんとなくお台場へ向かおうというざっくりしたドライブプラン。寒いわ、なんか冬って感じだもん。めっちゃ寒いですよ。明日明後日もめっちゃ寒いらしいです。今日は雨降ってるのに傘を持たずに出かけて、傘さしてくんのかと思ったらマフラーみたいなのが頭に、こうやってこのマフラーをこうやって頭に巻いてこうやって登場した。髪の毛が本当伸びてきたから最近肩に多分当たる感じでこうカールしてる髪の毛も。いい感じね、いい感じだよね。今日は左右ちゃんとなんかこう均等になってて、前髪はね、のんちゃんにさっきまた巻いてもらいました。人と喋るのか、喋るのは久しぶりだからかな。あんまり余裂が回ってない。家にいればそんな喋んないからね。まあね、そうですよね。で、私の前髪がちょっと大きいと思うんですけど、え、鏡あるよ。そう、私も全然可愛くない、この鏡。今落ちました。これは小学生か中学生の時に妹が買ったやつ、家にあったから借りパクってやつですね。あるあるでしょ。あと妹とか着ててさ、なんかロゴがなんて書いてあったか忘れたんだけど、妹にすごいバカにされた、その T シャツ着てたら、うん、でもそうしたらさ、何年か経って私がもうその T シャツ着なくなったから実家に送ったの。そしたらさ、妹がさ、今や夏のさパジャマにそのさT シャツをしててさ、いやいやいや、バカにした、あの時バカにしといてとかって思って。でも本当は火災臨海公園に連れてって彼女なうみたいな動画撮ろうと思ってたんですよ。でしかも火災臨海公園だと夕日が超綺麗に見えるんですよ。うん、だからちょうど4時過ぎくらいだったの。うん、夕日沈むなーって。そういうことか。今度それはリベンジだね。彼女あるよね。彼女あるの。彼女、うん、1回目行ったことあるよ、デート。撮影。今日お昼ご飯何食べたんですか？今日はね、生姜焼きと、あとなんかね、主人がね、最近なんか料理にハマってるのかな。週一品なんか作ってくれるの。鶏肉と鶏ガラをなんかお取り寄せして、でその鶏ガラを煮て鶏ガラスープ作ったの。でそのスープでなんかそうめん食べた。めっちゃ美味しかった。りょうちゃんは食べてない？いつも夜にみんなでマリカーするの。ああ、オンラインで。オンラインで、うん、昨日もしてオンライン、うん、ウェーとか言ってたら、晩ご飯食べるとか言うしなくて、デートの思い出だと聞いております。あの理想のデートと、まあ、理想のデートだったもん、だったも含めてね、だったもん、このデートしたかったなも含めたりとか、あと、過去のデートで忘れられない話とか、あとちなみさんが良ければ旦那さんとの初デートのお話を聞きたいなと。あ、そう、主人とね初めてのデートはドライブで川口湖かなの方に行ったんだよね。でなんかご飯食べて、でその時になんか私のすっごいざっくりしたオーダーで富士山の見える公園でゴロゴロしたいっていう。すげえ大まかじゃん。ただそれだけなんか川口湖の方に行ったんだけど、なかなかいい公園がなくて、でもたどり着いて、月は前なわけよ。で私ピクニックシート持ってってさ、こうやって敷いてさ座って喋ってるけどさ、なんか座ると疲れるからさ寝転ぶじゃんね。さお互いこうやって寝転んだ時にこうやってパッて横見たら、ピクニックシートって言ってもそんなに大きくないから、パッて横見ると思ったより顔が近いわけよ。そうですよ。で
私は見た。何のこと。それをさ、なんか話したわけよ。いや、あの時ちょっと照れてたよね。まあでも胸キュンポイントですよ。そう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 、なんかまさかこんなに近いと思わないから。だから本当に例えばデート気になってる人と行く時、お弁当持ってってこう喋って音楽かけて、でちょっと疲れたら寝転ぼうみたいな、寝転ぶじゃん。で寝転ぶと意外とその気になってる人と距離が近くなるから、結構いいかもって思った。ピクニックシートみたいなちっちゃなやつしかダメか。いや、まあ大きくてもいいけど、でも私はね、私一人が寝転べるぐらいのサイズなんだから、まあでも2メートル弱ぐらいか。そうそう、でもそれだけど大人2人並ぶとさ、本当にこれぐらいの距離感でさ、しかも寝転んでてキュッて見るからさ、ドキッとするのよ。じゃあこの人照れてるっていうのを見てた。やだ。その時言わないよ、照れてるでしょとかって言わないけど、でもこれはなんかおすすめ。ワンちゃんもやってみてよ。気になってる人ピクニック行ったら、あんまりさちっちゃくすぎるとさ、そう、ね、嫌がられるから、多少こう、まあ、広さが、まあ、2メートルぐらいかな。主人とはそれかな。暇なのよ。暇だから、え、遊びに出かけようよって言ってるけど、向こうは忙しくて全然相手にしてもらえず、そうで、それでって感じかな。少々じゃないですか、いろいろ。え、のんちゃんはある、なんか思い出のデート。20世紀少年すごい好きで、その時にちょうど最終章の映画がやってたのかな、どうしても見たくて、でも誰も周り見てる人いなくて、でその時にすっごい連絡取ってる人がいて、今だったらありがたいから行けって言いたいんですけど、すごいグイグイ来てくださって、どうもそれが苦手で、その人がね、そう、グイグイ来られるのがすごい苦手で、イケメンだろうが何だろう、見かけたいタイプなんで、そうそうそう、だから、まあ、映画を見に行くことになりましたって言って、何見ますって言って、じゃあ20世紀少年見たいんだけどって言ったら、じゃあ見に行こう、新宿のバルトナインでお待ち合わせしました。で、見た、見てる途中に、手つながれそうになって、私は今じゃない、それはなんかストーリーを、そうそう、なんかすごいこっち見てんだっていうのが分かったんですよ、隣から、あ、のんちゃんの方、映画見終わって、じゃあご飯でも行こうかって言ったら、門限あるからっつって、1時間半で帰る、まあ、でも結構多いかも、ご飯行っても1時間半で帰るとか、その場合はさ、あれなんじゃない、やっぱそののんちゃんに気がないからってことだよね。相手はのんちゃんのこと気になってるけど、のんちゃん別にそうでもないから、もうさっさと切り上げたいっていう、そう、なんか相手の時間も申し訳ないなと思って、気もないのに、ダラダラとね、今までちゃんと話したことがない人から好意持たれることが多くて、向こうの中では燃え上がってるってことだよね。そう、なんか多分勝手な私の想像が、そんなんじゃないよ、そう、私そんないい子じゃないんだからな。そうするとなんか、そのイメージを持たれると、その子でいなきゃって思っちゃって、そう
なんだ。だいたいデートの時はもうあんまりメイクしない。いや、それは元がいいからです。メイクしない、うん、かわいいなんかスカートとか絶対入ってかない。なんかどういうこと？そういう目線で見られたくないから。でも本命のデートの時はちゃんと可愛くしますよね。え、しない。でも今の主人とまだ付き合い前にご飯行ってた時は、うん、ちゃんとスカート履いてってた。なんかなぜか。エロいじゃないですか。ちゃんとしようみたいな。最近さ、面白い話さ、主人としててさ、付き合いたての時とかってなんかもう炎がね、だってこう恋してるみたいな、メラメラってなってる。そう、うわーみたいな。でも今こんぐらいどういうこと。まあでも落ち着いてきたってことですよね。まあね、そういうことか。私の理想のデートは水族館に行ってお寿司を食べに行って。やめてよ。マジでこれみんなに聞く。私もそれさ、本当、やめた方がいいといつも思ってるよ。これから食べる魚がまず生きてる時どういう感じかを見て、その後回転寿司。なんか魚見てたらなんか必然的にお腹空いたなってなりますよ。ならないよ。牧場行ってソフトクリーム食べたいなって思うのと一緒ですよ。まあそれは思うね。ゆのんちゃんはさ、デートでさ、あの水族館はないの？ない。未だにも。なんか大体そのプランをちょっと聞かれる。ここはまあ1回はさ、先方の意見を聞いたデートにして、まあ水族館なんていろいろあるからさ、ではのんちゃんのその。ちなみに理想のデートとかなかったですか？まあでもテーマパークとか、なんだろう、理想のデート、あんまり私あんまりロマンチックじゃないのかな、あんまり考えたことないの、理想のデート。最近の理想のデートある？ある。あのすごい眺めのいいカフェに行って、ゆっくりお茶をするっていうのが理想のデート。綺麗な景色見ながらゆっくりするのがすごい癒されます。うん、なんかそれは年取れば取ることを感じるかもしれない。年を取ったということだな。例えばさ、東京だったら景色のいいホテルの上の方の階のラウンジとかでもいいしさ、海とかでもいいし。私意外におすすめのあるんですよ、東京タワーの下の公園。じゃあ暖かくなったら、うん、もうのんちゃんの巡るおすすめデートスポット。でも、のんちゃんはもう2021年度に結婚するということですけど、いかがですか？出会いどうしますか？不安になっていう人はいないの？なんか私が、あの人どうとか聞いても微妙。仕事中に恋愛モードにならないから、ね、仕事中にそんな恋愛モードがあったらミスすることもすることしかない。名前もさ、なんかそののんちゃんが、いやもうさ、もうあの方がね、すごくかっこよくて、その人のことずっと VTR で見てましたってね、画面でね。え、のんちゃん私の顔見てたって、私の顔がさ、凝りついてないかとかさ、メイクよりないかとか見てたって言ったら、うーんみたいな。雪だ、ね、なんか雪降るとアイス食べたくなるよね。頭欲しいですよ。こたつに入ってあったかいところでアイス食べる。でもそれはわかる。あれしだって布団に潜ってアイス飲み食べるから、マジで本当にやめろとか言われて。やめ、それやめた方がいい。